天草四郎。天草四郎は、江戸時代初期のキリシタンで、島原の乱における、一騎軍の最高指導者とされる。本名は、増田四郎。意味は時佐だ。宣令名は当初は、ジェロにも、出あったが、一時期表向きの帰郷をしていたためか、島原の乱当時は、フランシスコ、に変和でていた。一般には、天草四郎時佐だという名で知られる。また、 口述の通り豊臣秀より豊臣秀吉の息子の楽園であったとする伝説もあるが信憑性は低い。日後国南半国のキリシタン大名で関ヶ原の戦いに敗れて斬首された小西行長の威信、増田義継の子として母の実家のある天草諸島の親の塔、現在の熊本県上天草市で生まれたとされる。しかし、日後国宇都群、江部村、 現在のうと市、または、長崎出身という説もあり、出生地は、はっきりしない。享年も諸説あるため、少年も定まらない。増田家は、小西氏滅亡後、老人白将として、一家でうとに居住したという。時貞の母の陳述によると、うとで成長し、学問収容のために何度か、長崎を訪れ、一期直前に父に伴われて、 天草へ移ったという。キリスト教には、長崎で入信した。生涯については不明の点が多いが、生まれながらにして、カリスマ性があったという。また、経済的に恵まれていたため、幼少期から学問に親しみ、優れた教養があったようである。小西氏の旧心やキリシタンの間で、旧聖主として、擁立、神格化された人物であると考えられており、 様々な奇跡、盲目の少女に触れると視力を取り戻した、海面を歩いたなどを起こしたという逸話もある。もっとも、このような類の逸話は、イエス・キリストが起こした奇跡として、新約聖書の四つの福音書にも多数書かれており、上記の逸話は、死郎の名声を高める目的でこれら福音書の言い伝えを参考に創作されたと見ることもできる。歓迎十四年。 1637年に勃発した島原の乱ではカリスマ的な人気を背景に一騎軍の総大将となる。戦場では十字架を掲げて軍を率いたとも伝わるが、郎本人はまだ十代半ばの少年であり、実際に乱を計画、指揮していたのは浪人や少屋たちで、郎は一騎軍の戦意功用のために浪人や少屋たちに利用されていたに過ぎないと見られている。 12月、一気軍は、当時すでに廃城となっていた原城に立てこもり、幕府軍の板倉重政を廃止させるなどしたが、3ヶ月に及ぶ、牢城戦を続けたものの、最終的には、食料も弾薬もつきて、原城は陥落し、一気軍は、幕府軍の総攻撃によって全滅させられた。この時、四郎も、原城の本丸にて幕府方の日後細川藩士、 人殺左衛門に打ち取られたと伝えられる。四郎の首は、原城三ノ丸の大手門前、そして長崎出島の正面入り口前にさらされた。なお、この時、幕府側には、天草四郎の姿や、要望の情報が全く伝わっておらず、幕府軍の陣には、四郎と同じ年頃と見られる少年たちの首が、次々に持ち込まれたものの、幕府軍は、どれが、 本物の四郎の首であるかわからなかったため、以前から幕府軍に捕らえられていた四郎の母、霊明、丸タにこれらの首を見せたところ、母は人左左衛門が持ってきた首を見て顔色を変え、その場で泣き崩れた。これにより、幕府軍は左左衛門が持ってきた首を四郎の首と断定したという。天草四郎が豊臣秀頼の楽園であるとする説は、 四郎の馬印が豊臣秀吉のものと同じ表談であることなどから、大阪夏の陣において死亡したはずの秀頼が、大阪城を脱出して、薩摩国へ逃れていたとする四んどころで、豊臣家権威の救護を図ったとも考えられている。豊臣秀綱という名があったと鹿児島所有の書物に記されている。現在、原城跡をはじめ天草、島原など至るところに、 天草四郎をイメージした銅像が建てられている。また、四郎の母が建立したと思われる墓石が後年、民家の石垣から発見され、原城跡に移築された。また、尾張徳川家の蔵書などを所蔵する名古屋市、放作文庫に収められていた、天草人雑記において、四郎が再退していたと思われる記述が見つかっている。それによると、妻は、アリや剣持の娘という、 天草四郎メモリアルホールは、熊本県上天草市にある記念館。天草四郎を中心に、天草、島原の乱、当時の南蛮文化、キリスト教伝来の様子などを紹介している。四郎ハット書とは、一期の指導僧が現状内の一騎勢に対して、寛永十五年二月一日付、増田四郎フランシスコ名義で発布した文書。 無理やりキリシタンにさせられた者の斜面を認めるという、松平信綱の通告に際して、天草四郎の意思を示すことで、一気勢の動揺を防ごうとした。一気への参加を、神の慈悲に応えるための方向として捉え、一気からの離脱を今しめている。神天草市の天草四郎メモリアルホールに、その複製が展示されている。実像についてはほとんど資料がなく、 様々な創作作品の影響で、昭和初期には、天正拳王少年施設や長倉常長の肖像などから発想を得たと思われる、カビな羽織、マント、左襟を身にまとった姿がスレオタイプの像となった。戦後の一部の作品では、女性説を採用したものも登場している。ただし、天草軍記のような初期の軍記本では、天草四郎も、普通の武士の子として描かれており、 時代によるイメージの変遷は激しい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。